カカポの母という方です。ありがとうございます。ニュージーランド人だ。私は2月からコロナ禍で外資系企業からたっぷりプレミアムパッケージをもらって無職となった四捨五入40歳の女です。外資系企業は訴訟されないことを条件に約3年分の年収と退職金プラスアルファでもらえるため、都内一等地の某厳しい、ブランド新築分譲をあっさり完済。今は大富豪になった気分で就活する気分気にもなりません。もちろん中途半端な年収の男性とお付き合いするなんて面倒です。親戚のおじさんからは〇〇ちゃんはどこでも働けるさと言われたので、それを信じて都内の夜景とピカピカマンションおこもりを楽しみながらコロナ収束後の旅行予定を詳細に練っています。とりあえずはドブロブニクです。まあ、全然勝ち組ですよね。マジか。ドブロブニクって何？まあ、割とちゃんとした外資系企業に入ってて、そこのマンションの、その、まあ、頭金とかも払ってるわけだから、すでにお金もあって優秀な人で、さらにコロナのおかげで大ボーナスですよ。ドブロブニクはクロアチアなのね。優秀。これは優秀。こういう人いるよね、でも。いや、すごいね。ただこのタイプの人って、結婚難しくなる率が高いんだよね、逆に。ちなみにこの人の失敗談がやっぱそれですね。昨年までバリバリ仕事をしていたので、毎月同じ国に海外出張行っていました。そこで日本人の単身者、既婚彼氏にずっと相手にしてもらい、私が滞在する五つ星ホテルに一緒に宿泊していました。ある時、彼の日本家族から LINE 電話が入り、シャワー中だった彼の代わりに応答してしまい、国際的な LINE 上の修羅場を作ってしまいました。てへぺろっつってね。怖い。なんでさ、他人の電話に勝手に応答するの？もうだからおかしくない？おかしいよ。この人だからおかしいよ、ちょっと。わざとだよね。うん。絶対故意だよね。まず、だって他人の電話が鳴ってたらさ、うん、電話鳴ってると思って鳴ってるよとかって言うだけでさ、開けないじゃん。うん、で、しかも絶対さ、着信のところにさ、嫁の名前が出てるわけでしょ？いや、まあだから、これ多分やっぱ、優秀な分だけ性格悪いよね。うん、そうね。そうね。はい、とはいえ、楽しい人生を多分過ごすタイプですね、この人。はい。番組としては最高の人です。僕は43歳ですが、現代日本の少子高齢、非婚、晩婚の影響からか、僕や学生時代の知り合いの多く、国立大卒で大手寄りの会社で平均以上の収入あるが、独身のままで差し当たってしばらくお相手ができる気配がありません。このような状況、ひろゆきさんどう思いますか？まあ、理系多いんすよね。ある程度まっとうな人だと、めんどくさいっていうのとリスクが多いっていうので、結構一人楽しいってなっちゃうんですよね。性欲が強い人ってそういうこと考えないで、どんどん突っ走っちゃって手出して子供できてってなるんですけど、そうじゃない人って割とそのなんか、時間が経つまでなるべく手を出さなくてもっといいのがいるかもみたいなので、まあ仕事も楽しいし、で気がついたら結構な年齢になってしまったみたいなパターンの人が多いんですよね。このまま一人で暮らすっていうのも覚悟だと思うんですけど、一回ぐらい結婚してみた方が、結婚してみてやっぱきついわってなったらやめればいいので、離婚前提で結婚してみるというのもあります。言うと怒られるんで、離婚前提って言わない方がいいですよ、相手には。2つ下の妹が先に結婚したので辛いです。なんで、おめでとうございますでいいんじゃないですか。しかし、こんなこと気にしても無駄だと分かっております。強めの一言お願いします。妹が結婚すると、その妹の結婚相手の旦那の友達を紹介してもらえるっていう、男性の知り合いが増える確率が上がるので、そうするとご自身結婚する確率が上がるので、むしろ得だと思いますけどね。結婚できない人って2種類いるんですよ。モテない人、一人も興味を持たないような死んだ魚目をしているデブで性格の悪いおっさんみたいな、彼をあてがってもしょうがないモテない人っているんですよ。もう一つのパターンが出会いがなかった人、男性が多いなんか理工学部とかに行きました、エンジニアが多いような会社に入りました、そもそももろんその女性との出会いがあんまりないので、女性との出会いがあんまりない職場に行くと、例えばその男性10人に女性が1人みたいな、そうすると女性はその中で一番いい人を選んじゃうじゃないですか。男性10人の中で上位の5位だったとしても、トップ1位しかその付き合えないので、10人の中で5位って悪くないんですよ。悪くないんだけど、女性がそもそも少ないがゆえに結局出会いがないっていうタイプの人がいるんですよ。で、そういう人って単純に出会いを増やす場所を増やすと、まあ元々のスペックも高いので結婚できる確率があるんですよね。なので、もし出会いがないがゆえに結婚できてないのであれば、出会いを増やすっていうので異性の知り合いを増やすはやっぱり大得なんですよね。異性の知り合いって、まあ異性の友達が、それは男友達を作るとその男友達が男の友達を連れてくるみたいなのがあるので。自分の結婚する可能性を上げるとすれば、異性の知り合い増やすのがいいので、悪くない話なんじゃないかなと思います。ひろゆきさんは結婚して幸せに過ごしていると思いますが、結婚しない、かっこできない人の立場で、結婚しない独身のメリットをひろゆきさん視点で語ってほしいです。まあでも自分のお金と自分の時間が自由に使えるので、何か好きな趣味がある人だったらそっちの方がいいんじゃないですか。レストランにご飯に行きたいとか言われるのを断るのがめんどくせえみたいな、そういうストレスはなくなるんじゃないでしょうか。